ドーナツキングは、クイーンズランド州ゴールドコーストに本拠を置く、オーストラリア最大のドーナツ店のフランチャイズチェーン。ビクトリア州ドンカスターイーストのショッピングセンター内に、ある店舗。ドーナツキングのチェーンは、1981年にシドニーで創業し、その後、ゴールドコーストを本拠とする、リテールフードグループ社がライセンスを受けて、運営に当たっている。リテールフードグループは、 他にものミシェルズ・パティセリーや、ブランビーズ・ベカリーズ、BB、エス・カフェのチェーン運営を手掛け、オーストラリアとニュージーランドで合わせて1050店舗を運営している。2012年4月時点で、オーストラリアには350店舗以上のドーナツ・キングが展開しており、ほとんどすべての主要なショッピングセンターへの出店が行われていた。2008年7月、上海を拠点とする。 マクブランズ社と全面的なライセンス契約を結び、オーストラリアのブランドとして初めて中国市場への進出を果たした。その後、中国には14店舗が展開されている。中国語では、たらくぼしと表記される。ドーナツキングは、ドーナツのほか様々な食べ物や飲み物を提供しており、コーヒー、茶類、ソフトドリンク、ミルクセーキ、ソフトクリーム、 冷凍炭酸飲料、ホットドッグなどを扱っている。こうした商品は販売促進策ないし、ディールとしてドーナツと一緒に提供されることが多い。2007年12月5日、ドーナツキングはザ・シンプソンズ・ムービーの DVD リリースを祝う行事として世界最大のドーナツの作成に挑戦した。この巨大ドーナツには九万個以上のドーナツと二分の一トンほどの ピンク色のアイシング 30kg ほどのキラキラ輝くデコレーションがドーナツキングから提供された。40人がかりで9時間をかけて制作された巨大なドーナツは6メートルの大きさに達し、重さは3.5トンあった。ありがとうございます。